まこなこです。前回織田と戦い、また北条と戦っていたんですが、なぜかそこにね、南部がね、東北の方からね、ちょっと俺も参加させてくれということでちょっかい出してきた。でこれらまず2つを追い払おうかなと。で今までなんかね、兵糧ちょっと厳しいなと思っていたんですが、なかなか戦い続けることができなかった。なんでか考えたらね、よくよく考えたら濃尾平野とかね、関東平野とか兵糧が多く取れそうなところを取ってなかったのが影響していたのかなと。で、まあ、機内入っていくのも良いんですが、先に関東を終わらせてしまおうかなと。まずこの敵の攻めをしのいでから、いやもう行くかな、行ってもいいかな。これ下手すると西からまた織田が来そうなんで、あまり先に動くのはしたくなかったんだけれども、行きたいけどなんか武将が微妙だな。だが微妙でも行かざるを得ないでしょう。兵数は少し少なめで兵糧温存するような戦い方やっていきましょう。もう1部隊ぐらい上からどこか行ければいいなと北条の拠点を持ったけれども、行けそうにないかな。でもこれはそれなりに強い武将がいると思うので、この部隊で行きましょう。出陣するぞ。あとは小沢が動かないことを願って待機する。これは防衛、推し城の防衛で待機。武田勝頼がやってきた。勝敗の行方は分からないのであれば戦いましょうか。宇治政と直接対決。向こうは4代目ではあるけどね、その一つ手前から考えれば2代目なんで、同世代の人物が戦っていく。でこれはもう言うまでもなく、こっちは全部エースになってるんで、全軍突撃でとっとと追い払いましょう。これ敵は伊達政宗いますね。そっか、伊達家飲み込んでいるのか。先手で94ほどダメージ与えて、撃て、撃つのです。氏政は今東側、敵のなんか伊達家と戦ってるかのような義姫の居留守で、伊達より氏政を狙ってほしい気もするけど、どんなもんだろう。撃つのです。でちなみに今武将、じいさんの武将が出たかと思いますけど、これ、まあ、以前発売日前あたりの某動画サイトのイベントでもらえた画像グラフィック武将なんですけど、これ新たに6月28の付近で普通のダウンロードコンテンツとしても提供されたので、これと赤いテルコ、それが追加普通に手に入るようになっています。必要かって言われたらね、そこまで必要ではないんだけど、田村家でプレイする場合は有力武将が手に入るんで。止めてくれよ。確か Windows 版だけ1週間ぐらい遅れて提供という、そんな感じだったかと思います。さて戦っていって、あと全軍突撃ターン、ちょっと1人回想になったのは想定外だけど、陣地はまだ2つある。なんかパッとしないな。政宗をあと1回2回で倒しきって、一旦引く。宇治政だけ狙ってくれればいいんだけど、そうも都合よくは動いてくれない。どうするか、全員で宇治政狙うか。覚悟せよ。の辺りも騎馬突撃と、もう一人は何だろうな、突撃か。これ使ってる、こっちの400の部隊も全滅まで追い込むか。でももう戦況で勝てそうかな。2代目対決は勝よりの勝利ということで、武田騎馬軍団の全軍突撃のみで何とでもなる。まあこういう時ね、自動命令やってしまうのも良いのかもしれない。この自動命令でね、戦法も使ってくれればとか考えてしまいますけどね、なかなかそれはやってくれなかったっていう悲しい結果が。このようなところで立ち止まれぬ。さて敵将こ誰か一人打ち取って、ここで初段も行い、死
勝つよりは兵数少ないんで一体返して、で兵数が戻ったら、まあそうだわな、まあそうだわな、分かっていたけれども、信長が動き出す長島城、8万の兵数なんだけど、確か長島ってかなり扱える兵数が少なかった拠点だったと思います。2600しか扱えない。でもこれはこれでね、自分の方が不利になる可能性があるから、でもここ6万の兵数集めるよりかは長島で追い払う戦いだけをするというのが良いんじゃなかろうか。これよくわかんないけど、鬼美濃の馬場さんがそれ以外の武将の下についてるかのような、なんだろうな、馬場さんが大将にならないんだこれ。あ、なんか馬場さん、あ、病気か何かが能力劣ってるね。では再び赤備え3名揃えて戦っていきましょうか。そして3万5000連れてくので、即座に別の場所攻められるように。これならば上行くって手もあるな。七尾の1万なんぼの兵となおかつ耐久7500は厄介だけれども、ここ行ってしまっていいんじゃないか。馬もそろそろなくなりそう。5万ほどしか残りがない。さてまずはこの方面見ていきましょう。待機するぞ。どこだ。ああ、あれは南部か、対南部用の部隊が今待機。さて、あ、そっかそっか、勝頼は執事ヶ崎館にいるかと思ったんだけれども、執事ヶ崎館じゃないな。彼はどこに行ってるのか。あーっと、箕輪城、箕輪城からじゃあ部隊出しましょう。結城城あたりにここも多くの兵を引き連れて、馬の数は足りている。これでなんとか北条を関東から追い払う。待機せよ。向こう側は勝敗の行方がわからない。だが正幸が戦うんで問題ないでしょう。これも兵数的穴がいくつもあるんで、全軍突撃で終わらせておきます。南部家は追い払って、ではまた関東攻めやってきます。死力を尽くした甲斐があったな。ここも一旦解散して、でまた兵数整えてから、この方面から北条を狙うというでもね。ここから米沢、会津新宮、この辺りも狙っていけるような気はするけど、戻るぞ。でもそれにしてはまだ兵数多いかな。ここら辺はもっと南に敵を引き寄せてから別動隊で狙うという形が良いんじゃなかろうか。包囲するぞ。囲め。川越は間に合わなかった。勝敗の行方は分からないんであれば戦うしかない。そして兵数は敵は穴があるので、これも全軍突撃。お任せくだされ。次は唐沢山取り付いているので、まず川越これ取って、次は岩槻へ。進むぞ。いや、これは南側の方がいいかな。江戸は自らの拠点か。じゃあ岩槻取ってから東行ってなんかするような感じで。から沢山間に合ってない。勝ちは揺るぎない。ならば外でやりましょう。今結構な兵数倒したな。この城もらい受ける。から沢山取って、次は祇園城。兵数は少ないけれども、勝頼が別動隊来てるんでなんとかなるでしょう。次は岩槻が取れてない。勝敗に受けわからない。だが今回敵兵数60というね、部隊もいるんで、とっとと終わらせてしまいましょう。今回も氏政を倒して、
あとはもうしらみつぶしでいけるかな。それなりに有力な武将も倒せました。うん、これで勇気城も取り付いて、これは岩月の方、岩月は敵部隊が来るので少し待機をしておきます。さて長島の方、あれこれ長島にいるよね、なんか名古屋のところにいるように見えるんだけど、織田家の羽柴秀吉軍が迫っています。我らも戦場へと兵を進めます。あれまだ進んでなかったの？え、どういうこと？大丈夫だよね。さてこの兵数で敵も S、 こちらも S で全軍突撃を、ここはお任せくだされ、本来ならやるべきではないんだけれども、また赤備え前に備えましょうか。赤備えを3名、山形正景筆頭に2代目3代目の赤備えを備えて戦っていきます。負けることはないと思いたいけれども、皆の者あるに続け、続いてもらいましょう。敵の居所知れました。あ、向こうも全軍突撃だったらば終わるな、あっさりと。これ初撃が強くなるものもあるので、これで100ぐらいは減るんじゃないか。41か、ちょっとあんまり、ね、大きい数字じゃなかったけど、んでもこれ前囲ってしまえば与える兵数、まあ、ほぼほぼ互角かいやいや大きいぐらい。うわ、こちら雪村、え、全滅、雪村まさかの全滅だが、猿がもう少しで終わる。破れるとここは引くんじゃ、まさかだな。今ぞ攻め込め、彼にはまだ早すぎたか赤備えが。勝って兜の王を締めよ、おごるでないぞ。じゃあどうしようか、もう一部隊連れてこないといけないんだけれども、おっと、桃地三太夫がお亡くなりに、なんかここにね部隊がいるように見えるんで、ちょっとどうしたものかと思ったけど、どうするかな。あーと、合流はさせないとダメだよね、一部隊。どっここからか、吉田城、酒井忠次を受けましょう。そして敵どこ攻めるか、亀山あたりかな。でこれで先発隊の部隊と合流させて、馬にして兵数も確認してから出しましょう。皆の者、我に続け。こうなってくると上、あ、上進んでるな、ちゃんと上もちゃんと進んでいる。もう一部隊出すのはちょっと厳しいかな。んならばこの周辺、勇気城を取って徐々に敵も仲間になるようになってます。織田城あたりに向かいましょう。でここ七王子城の戦い、ここさえ抜けられればといったところかな。北の方がね、一服すると思います。6000ほどの兵力差、敵は穴となる敵はいないんだけれども、全部こちら S だから、やはり全軍突撃、うん、両方とも人所効果ないんでね、多分なんとかなるんじゃなかろうか。これなんだろうな、敵は、うん、先にこちら側、大谷義次に60ほど兵数減らして、よくわからんね、この動き。この攻め、かわしてみせよ。だが、腐っても織田家の有力武将が大量にいるから、かかれ、そこまで余裕というわけでもないぞ、これは。今だ、明智光秀、大谷義次、下島雷蓮とか、本願寺賢女、東堂高虎とかね、前田利家とかなんか、もう全部ね、福島正則、門清正、有名どころが揃ってる。これ一人倒されそうだな。光秀だけを狙った方がいいような気もするけど、光秀の兵数が、ああ、ちょっと待ってくれよ。
あ、光秀の兵数でも1000とかその程度しかないからならばいけそうな気はする。全員突撃やめて、この辺りも無理に追わなくていいんだよね。覚悟してもらおう。これら辺もそのまま行くと厳しそうなので、もう全部光秀に向けましょう。で、光秀のところはちゃんと挟むように前に進める。策がございます。では様子見ていきましょう。叩き潰せ。あー、これは負けるのが先か光秀倒すのが先かみたいなところになってるな。策のあるものがいるようです。策がちゃんと愚痴覚悟しろ。を逃さないような戦い方をしないとダメかもしれない。覚悟せよ。策がございます。恐れるな。こんなところかな、動かせる武将は。強襲隊を見失った。一回でもこれ階層まで持っていけばなんとか一服となって、あとは囲っておしまい。覚悟願おう。始めるぞ。我が策、ご覧ください。こんな感じで終わらせましょう。65、70と85減らしていって100を切って光秀倒して北陸はほぼほぼ一服となりそうです。なんかマイナー武将が先陣切ってるけど、顔の面でね、オリジナルの絵がまだ描かれてないね。感じの昔の絵のままの武将がね。さて2人ほど初段して七尾城を取り付いて、大久保忠隆が七尾城を取り付いて、祇園城は榊原康政。こんなところかな。七尾城を取ってさらに北目指しましょう。出陣するぞ。一方こちら側も敵は亀山城の周辺には敵が集まっているので、あっさりとまではいかないか。ここは打って出てきた、決戦しなくても勝てる。もう兵数あとわずかなんで一旦ここも返さないといけない。踊るか。ここは勝ちが揺るぎない。まだ1万ほど兵がいる。南側かそれとも北側か。1万6000何本もいるんだよね兵数が。ならば逆に府中とか、あーでもこれ出てくるのが1万7000ぐらいになる可能性がある。なら南か。ここら辺取ってしまいましょう。出陣するぞ。取り囲め。ここどうなるか。上は勝頼にやってもらう。我らは止められぬ。ここは亀山城の手前側の戦い見ていきましょうか。そして今戦いが終わって間にサイズを捉え、これよくよく考えてみたらまだ信長とのね直接対決ってやったことないんですよね。亀山取って、ここだと4200で騎馬が振り、1個前だと守り戦況上矢印2つ。進め。いや曲がってくるな。手を打とう。となるとこ、さらにあの頭上を行ってあの頭上で守るのが良いかもしれない。あそこは放棄で。まずここも敵、南の方は兵士数が少ないからか出てくる部隊に限りがあった。南ももう少しで取り付けそうで
で政宗との対決は問題なく、結構兵数持ってかれたけれども、行くぞ出陣する。府中は佐竹義重が来る気配がある。あっと上は勝ちは揺るぎない。いつの間にか行為をやっていたのに気づかなかった。で敵が降伏、福島正則が仲間になりますね。おせんさんは処断しときましょう。死ぬわけにはいかねえからな。おっと降伏、あの津城降伏、磯野さんなど石川五右衛門とか強い武将がここでお亡くなりに。この俺がどうするかだな。ここ亀山城戻って守るのもいいような気がするけど、さらに先へ先へと行ってしまうか。先へ先へかな。あーでもこれ行くと進め、もう一部隊やってきそうなんでね。でここ、まあ、亀山はもう良いとして取られてもね、行くぞ進め。松波攻めて、北は一服、こちらは府中、そしてくるり城も強行がやってある。府中取って、我らは止められぬ、城が取り囲まれました。これはもうしょうがない。まだ誰も武将が入ってないことを願って報告いたします。結構戦やってるけどまだ4ヶ月か。引き続きやっていきましょうか。さらにここは采配次第、逃げ道を残すな。佐竹の拠点にも迫ってはいるけど、兵数ほぼ互角で、あ、武将が一人いない。そして敵は結構均一な兵数、これでどうなるか見ていこうか。一人いなくても全軍突撃が有効なのかね。武田の騎馬軍団が勝つのか、それとも佐竹が勝つのか。これからぞ。全軍突撃でも十分勝てそうな感じですね。こうなってきたらもう義重狙っていきましょう。負けておらぬ、やりたい、前へ。かかれ。1500ほどであればなんとか倒しきるでしょう。この策で勝てるはずだ。思いのほか部隊数が減っていてもね、なんとでもなるという。突き崩せ我らの意地、見せてくれよ。なんかやってきて逃げ足だけは速くなった。全員でもすごいね、このわらわら感は。覚悟せよ。で騎馬突撃などもやっていって、行くといきましょう。いるもな、突っ込め。今は飛行。さてなぜか巻き添えで回想になっている部隊もいる。そして鬼吉重も回想。これだとはこの巻き添えになっている人が勝手に回想しておしまいかな。ちょっとびっくりした、今奇襲食らって最後巻き返されるかと思ったけど、なんとか倒しきって。このようなところで立ち止まれぬ。関東には敵なし状態で勝頼が進んでいく。宇品王がここでお亡くなりに、5代目が早くも、これ声可愛いんだよね、なぜかね。これ織田家の方から交渉の使者、これじゃあ承諾しましょうか。兵糧ももらえるしで、でも北条確実にとどめを刺す。かに転ぶかわからない。やるか自分で。そしてここで相馬家が北条の拠点攻め入りますね。今まで耐えに耐えてきた。これ敵の拠点攻めれば攻めるほどね、施設が、敵が作った施設があるんで、これをね一個一個壊していくのは実は結構手間だったりします。
撤去がめんどくさい。もうそろそろ委任でやりたいような気もするけどね。牧場縛りもやってますんで、このまま牧場縛ってやっていきたいと思います。これで今敵から攻められてる音が鳴り止んだので、まだ北条北の方拠点あるけど、ちょっとここまで行くの大変なので、一旦両方とも交渉しようかと思ったけど、ものすごい怒りを持っているので講和に応じてくれそうにない。南部家は講和しておきましょう。となるともう攻め落とすか。これ今お米が結構厳しいんだよね。あーっと間違えた。まあいいや、もう行っちゃおう。米が足りてない。包囲せよ。岡部さんの部隊は返す。戻るぞ。うん、兵糧が切れるね、確実に。ちょっとこれやめよう。あーどうしようかな。次の月になるとまたお米手に入るから、そのままでもいいような気はするけど。我らの勝ちよ、勝ちどきをあげよ。バカな、死ぬというのか。我に続け。ここでまた秋になってお米が手に入る。あとは信長がまたどう動くか。軍馬もちょっと足らないかな、このままだと。ではさらに北条攻め見ていきましょう。あーもうここで相馬が来るか。どう来るんだろうな。敵が我が領内に向かっております。あ、三春城ちょうど敵に囲まれている。行くぞ、進め。北条全部倒したいと思ってる矢先だからな、これは。煩わしいことこの上ないと言っていても始まらないので、相馬も通り道なのでとっとと倒そう。別動隊これ70日か、結構時間かかるな来るまでに。そして兵数もあまり多くはないので今は出せない。まあそりゃそうだわな、信長もそこまでのんびり眺めてるわけではない。長島か、長島であればでもね、上限兵数少ないので2600また連れてきましょう。赤備えが一人いないので赤備えを揃えて、これも即座にまた別の場所を落とすんであればもっと多い兵数でもいいんだけど、ちょっと様子見るか。周りここ守り上矢印、もう一つ先は鉄砲。じゃあこの長島から一歩前のこれ5万だからな、結構辛い戦いになりそうな気もするけど、ここにじゃあ行くようにしましょうか。では赤備えが上に3名連なってますけど、これでいきます。出陣するぞ。南部とは講和が結ばれた。ここで戦い勝ちは揺るぎない。運よく敵の通り道にぶつかったかのようなそんな状況。我らの勝ちよ。須賀川取って敵はどうするかな。これはここで守るかどうか。二本松は落としたいけど落とせるか。そして嫌な角度でやってくる気配があるんだけど、馬場信春がここでお亡くなりに。背後を守ってくれていた。さて今北条と講和を結んではどうかという話。うん、北条結ぼうと思えば結べるな。でも織田からも攻められてるから今は結べない。須賀川の守りに向けざるを得ないか。これは4万5000。でもどう考えてもこの兵数をさばけるほど福島正則ならばなんとかなる。こんな感じで守りに行きましょう。じゃあ勝頼はそのまま小手森城攻略だけれども、ぶつかってしまった。勝ちは揺るぎない。結構敵倒したね今。そうなるとまたこちら側はまっすぐ行くんじゃないか。
で、これは小手森城を2人で強行してもらって、長島城勝敗の行方は分からない。これ間に合ってないってことないよね。なんかこの辺りにいつもいるんでね、離れた場所にね。この前のところで戦うようにやってたけど、多分前のところでぶつかっている。3万5000対5万。では様子見ていきましょう。さて、1人目赤備え、2人目の赤備え、そして真田幸村がこれ先鋒使えればね、かっこよかったんだけど、残念ながらそうはなっておらず。ちょっと秀吉を確実に倒しましょう。突き崩せ我が策、これに我らの勝ち、揺るがぬぞ。これはもう全滅させるまで。かかれ。でその後どうするかでね。かかれ。来たね。来たけど騎馬突撃か。一瞬赤備えが来たかなと思ったけど、我が策、これに。ここら辺も横を倒して、このような感じで、多分陣所まだ1個残ってるんで、これで改装させて問題なく戦況で勝てそう。ダメだね。あ、そっかそっかそっか、雪村そもそも赤備えという戦法はないのか。十層とかそっち側になるんだけど、多分使うタイミングとかそうしたものが今適切なね状況になってないんで、お見せしよう。なので赤備えは出てこないという、そういうお話。覚悟しろ。3人セットでね使いたかったような気がするけど。赤備えよ、火のごとく攻め立てよ。赤備えよ、いいが誇りを見せつけよ。さあて、じゃあ一人雪村だけが反骨の層を持ったかのようにね、しっかりと強調してくれない、そんな状況ではありますが、この3人の赤備えが、あれこれ微妙に、なんだろうな、届いてないな攻撃が。覚悟なき者に負けはせぬ。覚悟願う。とはいえもここもう少しで終わると思うので、これ終わればこの切って戦況が、もう猿だけをね執念のごとく追い立てる。策のあるものがいるようです。我が覚悟お見せしよう。覚悟なき者が負けはせぬ。これで敵を退却させ、別に総大将ではないけれども、戦況で総大将は光秀の方だった。見事な戦であったな。これで西側の戦いは問題なく、でさらに進んでいきましょうか。今回どの方面から進むかなんでね。行くぞ。長浜とかその辺りから行くかな。出陣するぞ。でこうなると上からももう一つ部隊を出したいような気がするんだけど、あとででいっか。前前と、小山御坊1万2000の兵数、ちょいとつらいが行こう。あ、馬が足らなくなったな、ついに。あと1700しかない。今ここにいる部隊は全部出せてはいるものの、出陣するぞ。じゃあここ小天森、武田勝頼は返しましょう。で榊原さんで守りきれるかどうか、これは様子見する必要がある。使いの者が来たようです。そう、巻きから使い、あ、神獣、まさかの、まあ神獣であれば承諾しましょう。ここで相馬と戦う必要はない。戻るぞ。で音楽鳴りやんでるな。じゃあ北条と丹こうは結んで、結べるね。こうは結んで、次は信長の方を相手しましょうか。戻るぞ。今現在このような状況になっています。山形正景、長浜を落とす。
それ以外も部隊を進ませている。で、今戻ってきた部隊を用いてさらに攻めるような、そんな感じでやっていきたいと思います。この続き興味ございましたらぜひ高評価よろしくお願いします。ではでは。